はい、どうも、こんにちは。今回でまた Life is Strange Before the Storm 実況プレイやっていこうかなと思います。前回は、そうだね。そうだね。開幕爆音 BGM だけどさ、そう、前回はこの、ちょっとごめんね。復習するよ、復習。前回この、フランクと、このデイモンさんが来て、ちょっとまた、何度かさ、うまく立ち回ったんで、クロエは。いや、私たち関係ないからさ、つって。うまく立ち回ったんだけど、いつもの通りレイチェルがさ、おい、つって歯向かってさ、歯向かって、それでちょっとこのデイモンの怒りを買ってしまって、デイモンになんかナイフで切られたんだよね、ちょっと。で、それで多分、病院か？そう、病院に来たわ。前回学校とか言ったけど病院だったわ。めっちゃ落ち着かないじゃん。大丈夫か？あ、お父さんお母さん来た。え、クロエのせいにならないよね、別に。いかつ。え、めっちゃ時間経ってんじゃん、大丈夫？お父さん、俺のせいじゃないからね。レイチェルは命に別状はないそうだ。上腕動脈が傷ついたものの、切れてはいなかった。よかった。手術は成功。今は眠っているよ。お父さんごめんなさい。でもク守ロれなくエ、てすいませんでした。何があった？私のせいだ。わからないのもおかしいでしょ。何があったって言われてわからないって。それもわからないわけはないじゃん。でも俺、私のせいでも思わないんだよね、別にクロエって。クロエ別に今回圧倒的にレイチェルなんだよ。レイチェルが噛みついたのが原因だからさ。ただ分からないってのもおかしいからな。私のせいだ。忠告を聞かなかった。セラの知り合いにヤバいやつがいて、デイモン・メリックって。デイモン・メリック。そうね、知っなてるるほもんね、おど、父さんね、多分。あいつか。最初から全て話してくれ。二人でセラに会おうとしたのか。はい。君を責める気も叱るつもりもない。事実が知りたいだけだ。急に重いな、今日から。ずっと重い話ではあったけどさ。まず、私の売人がセラと知り合いで、そいつと会った。フランク・バワーズか。知ってるんですそう、ね。フランク。はい。でも、デイモンも一緒に来て。メリックは何と？脅し、なんで、そうだよ、なんでセラを調べてる、そうだよね。なんでセラのこと調べてるって。何と答えた？何も言ってない。そして向こうがカッとなったのか。いや、正直に言おう、ここは。おじさんのことを聞いてきた。あ、そっか、おじさんのこと聞いてきたのが最初か。じゃあ、レイチェルが切れて、は？今、レイチェルって言ったのか、お前。あ、やっぱりあいつの娘なんだな、みたいな。でも、切れたのはレイチェルって良くないよな、言っちゃうのは。やっぱさ、多分レイチェルのこと好きだからさ、こういうのあんまり、どっちも本当のことだからさ、どっちの方がまだじゃあ、お父さんを傷つけないかっつったらさ、やっぱ、こっちじゃない。レイチェルがケンジの娘だって気づいて、おじさんのことをいろいろ聞いてきたんだ。私が父だとなぜ知れた？私のせいじゃないけどさ。私のせいだよ。レイチェルって呼んだから。でもそれが本当だよ君な。は悪くない。で、それから？
デイモンがナイフを出してみんな凍りついて、でデイモンが何か言ってレイチェルが切れて、そうだね、そういうことだね。木の板でデイモンをぶん殴って、そんでデイモンが刺した。私完全に固まって動けなくなっちゃって、何もできなかったの、情けなくて。ちょっとあれだな、なんかもっと地味な服にすればよかった。なんかこういう重い場面だとやっぱなんかちょっと服が派手すぎてちょっとなんか合わないもん。君のせいじゃない。でフランクがデイモンを抑えてる間にトラックで逃げて、叫び声がしたけどどうなったかは見てない。それで全部です。全部です。そうか、よくわかった、ありがとう。君がブラックウェルに復学できないか、ウェルズ校長に掛け合ってみよう。本当ですか先生。そんな、セラのことは、デイモンのことは、あ、セラのことはっていうのはちょっとあれだよな、なんかちょっと詰めすぎてる気がするから、アフターケア的な意味でこっちするか。デイモンのことはどうするの。まずは生死を確認する必要があるだろう。やつは長年追い続けている被疑者だからな。え、本当ですか、お父さん。医師の話では到着があと数分遅かったら命が危なかったそうだ。そんなにヤバかったの。君は恩人だ、感謝してもしきれない。車動いてよかったな、本当。もう少しかかるだろう。起きたらすぐに知らせるよ。はい、じゃあお父さん。あ、いるじゃん、あいつも友達。あ、レイチェルのこと好きって言ってたの、そういえばこいつ。ステフ、ドリューは、はあ、大丈夫。レイチェルも大丈夫そうだって今聞いたよ。よかった。ああ、そうだ、こっちの病室にも後で来たら。あ、ドリュー、あ、そうか、たまたまいたんだ。ああ、お前は病院に。そうする。なるほどね、病院探索すんの。じゃあこれから誰、誰、パパか、ドリューの。これ以上じっとしてるのもきついな。レイチェルが起きるまでその辺散歩でもするか。散歩するか。じゃあ座る。何これ、頭おかしくならない、大丈夫か、これ子供用じゃないのこれ。病院は嫌いだ。出た、これあれだろ。レイチェル、頼むから早く目を覚ましてくれ。好きなタイミングで出れるやつでしょ。でかい借り作っちまったな。あいつが私らのこと守ってくれるなんて、無事だといいけど私無力だ。ね、フランク怖いよね。デイモンはどうなったんだ。私らまだ狙われてんのか。ジェームズがやつを追っててくれてよかった。うん、なんか複雑だな。複雑だな。行こうか。ジェームズって誰だ。そうだね、 お父さんだよね。それとジェームズと思ったけど、まあまあそうだね、お父さんだよね、レイチェルの。違う、何何何。ああ、公園にいたやつらだ。産婦人科はここじゃないんじゃ。あ、懐かしいな、お前。マタニティセミナーって書いてる。パパになるのが俺の夢だったんだ。元気にしてたか、お前ら。私も嬉しい。私とレイチェルのおかげかな。あ、そっか、でもあれで、そうだね、俺たちがやってさ、なんかあったもんね。あの、なんだっけ。そうだな。この二人が笑ってる理由はあったもんな。あの二人の距離をもっと、何、
詰めたから、詰めたきっかけだもんね、俺らのあのイベントは。いや、これはもう、しもいこと書こう、しもいことを。ここで綺麗なこと書いても面白くないでしょ、しもいこと書こう、しもいことを。しもいネタを書こうよ、しもいネタを。ナースの喋り。ははは。読めねえ。はははは。ごめん、ははは。手を洗いましょう。クソ野郎はもううんざり。肛門科担当の手術に入るからだよ。おお、まあまあまあ、なかなかいいセンスしてるね。なかなかいいセンス。これ、いい方だったらあれかな、なんか、何々する前にちゃんと手洗いましょう、みたいな感じすんのかな。ちゃんと清潔にしないとね、みたいな。全員消防士か。アルカディアベイ、病院スタッフ。熱性疲労や煙の吸入による患者の増加により回復室を増床しました。どう増床でいいのかな、増床いたしました。新規患者は B 病棟へ案内をお願いします。治療手順を復習したい方はシフトリーダーと相談してください。ご協力に感謝します。あの火事の影響でさ、あれなのかな、消防士さんが結構焼けてるじゃないけどさ、1時間待たされてたらこれも読んでたな。雑誌めっちゃあるな。ちらフランクの商品のせいだな、あいつ。無事だといいけど。あ、麻薬か。フランク大丈夫か。でもね、あれね、体張ってさ、あんなやべえやつ止めてたんだからさ、結構怖いよな。なんか入れないよね、これ、さすがに。ショーン・プレスコットマ、なんで病院に手紙書いてんだ？あ、だって精神科医通ってたじゃん、あいつだって。マジかよ。入院中の患者、ブラックエルのアカデミー、ドリュー・ノースクについてご相談がございます。彼は学校のキャンパス内で負傷しました。生徒の体の安全を守ることは、どのような学校にとっても重大な責務の一つですが、ブラックエルは今回、ノースクを守ることができませんでした。そのため、彼の医療費用については、個人的に負担いたします。もちろん匿名で。もし手続きを早めるために、私の力が必要なのであれば、どうかためらわずにご連絡ください。金払うってこと？デイモン・メリックもバイオハザードだろう。ゴミみたいな人間だし。怖いもんね、あの子。あいつね。あいつ怖いよな。普通に。やばいやつだもん。やばいやつの典型だもんな。アルカディア・ベイの住民はケチばっかだな。確かに大して入ってないな、大して。消化用ね、消化用。これは？んだよ。壊れてんのかよ。どうせ小銭ないけどな。ラッキーついてる。あ、なんかもらえんのこれ。取れる？バレるくない？大丈夫か？大丈夫か？ちょっとぶつかっちゃいました、すいません。ぶつかっちゃいました、すいません。え、怖いわこれ。怖っ。何このチキンレース。え、怖くねこれ。もう一回やったら怒られるかな。え、でも欲しいな、ちょっと欲しいな、もう一回行ってみようかな。じっとしてるとおかしくなりそうだ。無理かな。その辺見てやめとくか。結局落ちないみたいなノリありそうだからやめとくか。ドリューの、あ、それやっぱドリューのお父さんだわ。これはドリューの病室かな。話せんのこれ、バカじゃない。ドリューの病室。違う違う、レイグレイスって黒い、違うよ。マイキーとドリューの親父さん、挨拶してみようかな。してみようか。して挨拶していいならやってみようか。わかりました。それじゃあ。タイミングよくやんだな電話。ノースさん。そうだが、君は？クロエです。ドリューの見舞い。はい。大丈夫ですか。いろいろと、その、大丈夫ですか。そうだね。なんとか。なんかでもいかつ。ドリューのことは心配だ。でもいいニュースもあってね。実はもうすぐ前のアパートに戻れる。ほう。この後引っ越しだ。知らないかもしれないが、マイキーはドリューの寮に泊まっててね。まあまあ知ってるんだけどね。その職を失って二人にも苦労をかけた。でも
ドリューが金を工面してくれてなんとかなったんだ。はあ、そうですか。それならよかったです。君、クロエと言ったね。マイキーからよく聞いてるよ。ああ、ありがとうございます。君なら知ってるかもしれん。何がですか。何を。マイキーもドリューも最近様子が少しおかしくてね。あ、はい、うん、俺も職探しで忙しくてあまり構ってやれなかった。うん、二人から何か聞いてないか。いや、ま、特には聞いてないですね。いえ、特に。二人と遊ぶようになったのは本当最近で。まあ、確か最近だよね、マイキーに関しては。そうか。あいつらと仲良くしてくれてありがとう。ドリューはアメフトに全てをかけてる。最近は特に思い詰めてた。俺が失業したせいでもあるな。ドリューにもマイキーにも心配をかけた。うん、うん、愚痴になっちまったな。二人の前じゃ言えないもんで。わかります。いや、申し訳ない。それと今の話は二人には。大丈夫です。失礼。わかってます。てかあれだな、なんかそのさ、パッと見結構いかついなと思ったけどさ、やっぱこの目の奥が優しいよな。目の奥が優しい顔してたわ、お父さん。お、みんないる。クロエ、いらっしゃい。よう、来たのか。ボロボロじゃん。よう、ドリュー。足やられてんじゃん、お前。満喫してるかと言えないな、俺そういう性格じゃないわ。調子どう。クロエっぽいけど。ちゃんと治るって。あ、経過を見ないことには何とも言えねえ。顔気あるかも。顔塗ってんじゃん、もう眉毛のとこ。そうなんだ。気にしてねえよ。わあ、目んとこ塗ってる。その髪いいね。似合ってるよ。ありがとう。バーバリアン、スティフも染めたら。バーバリアン。せっかくだからバーバリアンっぽくしてみたんだよ。なんとなく強そうだな。いいね、これいいじゃん。やるね。一緒にね、遊んだもんね、あれでね。オタクが。は？ねえ、てめえ、おい、レイチェルの具合どう？はい。おばさんは心配ないって。まだ見てないよ。ああ、大丈夫だよ。もうすぐ目を覚ますと思う。何があった？言っても信じないだろうけど、ガチな話。ガチな話？言いたくねえよ。ナイフで左腕を刺されたんだよ、デイモン・メリックの野郎に。マジかよ。それって俺のせい。そっか、お前もデーモンだもんね、やられたの。うちらは目つけられてんだ。私、まあうちらは目つけられてんだっていいんじゃない。違うよ、うちらもあいつに目つけられてんだ。そうだよ、関係ないよ。ドリューは怖いね、あんの野郎。とんでもねえな。俺が蹴りつけてやるしかない。バカなこと言わないで。ワンチャン殴り合いなら勝てるかもよ。大丈夫か。はい。あんま騒ぐなよ、他の患者に迷惑だ。はい、わかってるよ。ドリューの声渋いな、なんか今の声すごかったな。くそ、デイモンのこと話したの失敗だったな。話さないっていう選択肢なかったもんだって。レイチェル、起きたかな。用が済んだら病室に行ってみよう。宿題ある。へえ、そりゃ面白そう。月曜のテストは受ける。フラッケル近辺でできる娯楽について記事を書くんだけど、もしよかったら協力しよう。ちょっとインタビューしてもいい？早く良くなったね、ジュレットより。はい。はい。うわぁ、うまそう。食いたいな。うまそう、このプリン。これはステフの両親からか。ステフとドリュー、ドリューっていうか、そのまあ、なんだっけ、お前ら名前なんだっけ。ノースだっけ。
どういう関係なのお前らは。親戚かなんか。マジかよ。包丁もたまにはいいことすんじゃん。トリュー君、君が怪我をしたことについて深く心を痛めております。私はブラックエルを全ての生徒に開かれた。あのちょっと長いなまあまあまあサクッとね。ドリュー復帰できるのかな。あ、コーチか。足の結果大変だったな。回復するまでお前の才能とリーダーシップがかけるとなると、まあそうだよな、エースっぽいもんな普通に。10が最高で8かよ。何が？あ、状態が悪いってこと。非常に痛い、非常に痛いだって。いやまあそりゃそうだよな。そんなにえぐい気がなるんだ殴り合いで。殴り合いとかしないからさ、わかんねえけどさ。こいつらきっと頭ぶつけすぎてアホになったんだな。弾がなくなったってな。パイプカット、おめでとう。これ恐怖に打ち勝てるな。お前最高だぜローガン。痛み止め分けてくれザック。過去最高の生物テストを免れたなちょっと頭いいなお前ら。ラグビーメンバーは話す丸か。ドリュー足すごく痛そうだね。お前は？でお前からのメッセージないか。マイキー、おい。マイキーとステフずっとここにいんだな。じゃないかなこれで。行くわじゃあ俺。それじゃあもう行くよ。来てくれて本当ありがとう、ね。どうしよっかな。レイチェルの前でやめようかな。また遊ぼうよ。時間が多分ね。レイチェルによろしくな。ちょっとあれなんだよな。わかった。一応軽く入ったな、なんか。はい。レイチェルが目を覚ました。君に会いたがってるはずだ。ありがとう。別にこの距離でメールしなくても。お父さん。どこ、お父さん。何号室？病院が静かだと、見舞いに来てる方は余計心配するけどな。わかる。それわかるわ。病院静かだとビビるよな。鎮火したらしいぞ。お前ら消防士か？なんか、ギャングいるなと思ったけど、お前ら消防士か。消火活動きつそうだ。すまんな、俺らが原因になってしまって。刺されたら関係ない。かわいい、このポスター。何これ、歯磨けってこと？お母さんいるな。レイチェルが無事でよかった。ここレイチェル部屋？早く会いたいよ。面会謝絶ね。怖っ。この声サマンサマイヤーズか。あ、俺のせいだ。はあいつじゃん。この声サマンサとネイサンじゃん。芽生えたか。ネイサンプレスコット、マジか。ちょっと見たいな。うーわ、姉さんとサマンサ付き合ってんのか。余計なこと言うんじゃなかった。あのバイク野郎に気づいてればでも写真撮ってくれてありがとね。ああすごくよく撮れてるよ。聞こう。今度見せるから。ああ、びっくりした。そんな締め方ある？急に締めんなよ、内側から。びっくりするだろ、お前、おい。レイチェルが目を覚ましてよかった。どうしようかな。ちょっとじゃあ、お母さんと話して終わるか。レイチェルのママは、相当参ってるな。次回から入っていこう、病室に。おばさん。はっ、おばさん。クロエ、あなたがいてくれなかったら、なんてお礼を言ったら。私ったら本当ダメね。こんな情けない顔をレイチェルに見せるわけにはいかないわ。あら、その髪どうしたの？みんな突っ込むな。これはちょっと染めただけで。はい。レイチェルが好きそうね。あの子を失ったら
そう思うと怖くて。まあまあ一人娘ですもんね、レイチェル。私もあの子を大事に思ってるのね。当たり前じゃないですか。会ったばっかりなのにすごく不思議。本当だよな、親友だよな。出会った瞬間にわかるのよ。お母さん、じゃあ元気出してくださいね。お母さん、ありがとう。じゃあお母さん行ってきますね。僕次回行ってきます。お母さん今回は行けないですけど、次回行ってきます。お母さん、じゃあ今回これぐらいで終わろうか。あ、なんか更新されてるね。よっしゃ、終わります。あざした。